どうも、困った時は手のひら返し、カンテラフットボールの森 P です。今回紹介するのは、おー、俺は信じてたよ。フェニックス南の大活躍。2022年まで所属したリバプールでは超強力な攻撃陣の影に隠れたものの、カラバオカップではチームをタイトルに導く大活躍し、カラバオの名を欲しいがままにしてきました。そしてワールドカップ前に出場機会を求めフランスのモナコに移籍し、モナ王として君臨するはずでしたが、蓋を開けると散々な結果で大ブレーキ。そのあまりの存在感のなさに幽霊と呼ばれ、いつしか日本代表からもひっそりと成仏していきました。しかし今シーズンまだ始まったばかりですが、去年の不振が嘘だったかのように大活躍。俺は信じてたよ。この活躍からメディアやサポーターからは手首がねじり切れるほどの手のひら返しで称賛を浴びています。今回は南の匠、極度の不振と復活劇、そしてその復活の要因について紹介していきます。俺は信じてたよ。ザルツブルク所属時にクロップの目の前でリクルートボレーシュートを叩き込んだ南野は、2020年1月にリバプールに移籍。そして豪華な攻撃陣の牙城を崩せずに、限られた序盤の中で奮闘を続けると、 2-1-2-2 シーズンは公式戦10得点をマーク。さらに FA カップとカラバオカップではそれぞれチームトップの得点数を記録し、リバプールの国内2冠達成の立役者となりました。そして2022年夏にワールドカップを控え、出場機会を求めて移籍金約22億円でリーグワンのモナコに加入。ザルツブルクからリバプールに移籍した際に発生した移籍金が約12億1000万円だったので、リバプールに在籍した2シーズン半で市場価値が約2倍の金額に化けたことから、南野のリバプールへの挑戦は間違いなく成功したと言えるでしょう。そして前年のシーズンでリーグ3位のモナコは、6期ぶりのリーグ制覇を目指すチームにおいて南野を補強の目玉として期待しており、現地メディアのレキップは南野について知っておくべき5つのことと題した記事で南野のことを大解剖。さらにリーグワン公式ツイッターが公開した7大スター特別イラストにメッシと並んで登場するなど、ハードルがタッキタキに上がりきった状態でシーズンの開幕を迎えました。そして8月に行われたチャンピオンズリーグ予選の PSV 戦、モナコにとってチャンピオンズリーグ本戦に出場できるか否かはクラブ運営においても死活問題でしたが、モナコには世界屈指のプレミアリーグでしのぎを削ったタキがいるとサポーターの期待を一身に受けてベールを脱ぎ捨てましたが、ファーストレグ、セカンドレグともに散々なパフォーマンスを露呈し、チームは敗退。セカンドレグに至ってはシュート数0、パス成功数 62%、ロスト16というグロいスタッツを残し、レキップからは10点満点中2点とチーム内ワーストの評価を与えられました。そしてリーグでも不調から抜け出せず、フランス紙のレックを対…なんちゃらかんちゃらはシーズン開幕から1ヶ月が経過した中で新戦力の成功と失敗のそれぞれトップ5を選出し、南野は失敗ランキングの1位に選出。そして日本代表でも三笘の台頭もありスタメンの座を奪われ、得点と反比例するかのようにヒゲだけが伸びていき、ワールドカップを控えたモナコへの移籍は完全に裏目に出ることになりました。不振の理由としてはもちろん南野自身のパフォーマンスの問題もありますが、チームの期待の若手であるベンゼギルが彗星のごとく現れ、他にも元ドイツ代表のフォラントやスイス代表のエンボロ、チーム内得点王でキャプテンのベン・エデルなど、リバプールほどとは言いませんが強力な前線の激しいポジション争いに敗れ、いつしか南野の定位置はベンチとなっていきました。そして5月14日に行われたリール戦で先発した南野は世界中の度肝を抜く驚愕のプレーを見せます。試合開始のキックオフを務めた南野は主審が笛を吹くと華麗なバックパスのフェイントを披露し、前線に向かって2タッチのキックオフドリブルを開始。しかしキックオフでは最初のキッカーが2タッチ以上ボールに触れてはいけないというルールがあり、この保険適用外の機構は当然反則を取られ、相手チームの間接フリーキックでプレーが再開。なかなかお目にかかれない珍プレーですが、南野は小学生の頃にキックオフドリブルでゴールを100回以上決めているらしく、あまりの出場機会のなさに現実逃避をして幼児対抗していたのかもしれません。そして結局移籍1年目はリーグ戦で1ゴール4アシストと期待を大きく裏切る成績を残し、補強失敗の烙印を押されましたが、ここから不屈の男南野滝の逆襲が始まります。
昨シーズンのリーグ戦を6位で終えてエメリリーグの出場権を逃し、クレマン監督を解任したモナコはザルツブルク時代に南野を指導したヒュッター監督の就任を発表。そしてシーズン開幕を迎えたプレシーズンマッチで南野の反撃ののろしが上がります。7月に行われたベティス戦では53分に左サイド深くに侵入すると絶妙なラストパスを送り込んでホランドの先制点をアシスト。そして76分にはこぼれ球に反応しゴールキーパーを含む3人をあれよあれよと冷静にかわし追加点を挙げました。さらにバイエルンとのプレシーズンマッチでも1ゴールを含め PK を獲得するなど大活躍し、今シーズンの滝はやってくれるという昨年に似た半信半疑の期待感が漂いましたが、今年こそは本物でした。リーグ開幕戦ではシャドウのポジションで先発すると26分に絶品の股抜きクロスでバンデルソンの同点ゴールをアシスト。そして70分には決勝点にも絡む活躍でチームの勝利に大きく貢献。続くリーグ第2節のストラスブール戦では前半20分に前線でボールを奪うと迷うことなく右足を振り抜き豪快なゴールを突き刺しました。そして前半36分には左サイドからのアーリークロスに反応するとヘディングでネットを揺らし2点目をダッシュ。ゾーンに入った南野は後半13分にもショートカウンターの場面で絶妙なワンタッチのスルーパスを送るとベン・エデルがそのまま持ち込みきっちりとゴールを決めました。この2ゴール1アシストの大活躍によりレキップが選ぶ第2節のベストイレブンに選出。さらに止まらない南野は第3節でも左からのクロスにヘディングで合わせ2戦連発の今季3ゴール目を記録。その後も2本の際どいシュートを放つなど切れ味鋭いプレーを連発し、各メディアからマンオブザマッチやチーム最高得点をつけられるなどそのパフォーマンスに称賛の声が上がりました。そして去年とは別人ともいえる変貌を遂げモナコの攻撃陣の中心として活躍を続ける南野に、昨シーズンこの世の全ての悪口を使い果たす勢いでこき下ろしたフランスメディアは現在手首がねじ切れるほどの手のひら返しで称賛をしています。昨シーズンから変貌を遂げた南野に何があったのでしょうか。今シーズンここまでの活躍の要因を紹介していきます。今シーズン同じリーグの同じチームで別人のように活躍を続けることができた要因は、監督が変わり戦術が変わったことが好調の要因かもしれない、これを続けたいと南野自身が話しているように、今シーズンから指揮を取るヒュッター監督の存在が大きな要因となっています。ザルツブルクでは当時19歳だった南野を指導し、他にもヤングボーイズでは久保優也、フランクフルトでは長谷部と鎌田を指導していたことから、日本人のメンタリティにも理解がある監督として南野のポテンシャルを十二分に引き出しています。そしてこれまでの活躍から注目を集める南野は、南都戦を前にしたプレスカンファレンスに出席すると、その中でヒュッター監督との関係性や今シーズンの好調の要因を語りました。僕はストライカーの後ろでプレーするのが好きですし、それが僕の一番気に入っているポジションです。コーチのアディ・ヒュッターはこのポジションに関して僕に特別な指示を出したりはしませんし、何よりも僕自身のフットボールをプレーするように言っています。長い間彼のことを知っているので、彼の好きなプレーや彼が望むプレースタイルを分かっています。これこそ僕がこのシステムでうまくいっている理由です。できる限り早期に得点まで結びつけるために、ハイプレスで高い位置でポジションを回復させ、トランジションでの素早い動きによる積極的なフットボールを彼は推奨しています。ザルツブルクで半年間しか彼の下でプレーできませんでしたけど、彼の哲学が大好きです。だから彼が就任してすぐに適応することは僕にとって簡単なことでしたと語っており、監督の戦術にハマったことから今シーズン水を得た魚のように活躍しています。ここまで恐ろしいほどに称賛を浴びまくっている南野ですが、シーズンはまだ始まったばかりで、これから不調に陥る時期がおそらく訪れるでしょう。しかし不屈の男は信頼できる監督の下で何度も復活し、また日本代表に戻ってくることを期待しています。というわけでいかがだったでしょうか。南野匠復活という動画だったんですけど、いや嬉しいっすね。正直ね、第3節終わったタイミングでちょっと早いかなと思ったんですけど、もう嬉しすぎて動画作っちゃいました。いや嬉しいっすね。僕南野選手好きなんですよ。やっぱシュートが上手い。得点パターンがね豊富というか、ミドルでもズバーン決めれますし、ヘディングでもガガーン決めて、でこぼれ球を拾ってなんか泥臭いゴールも決めれますし、もう大好きですね。このままモナコで活躍してなんとか日本代表にまた返り咲いてくれることを期待しておりますので、南野選手頑張ってください。あと皆さん、先ほどなんかエンディングで何話そうかなと思って、僕の近所ポテポテ散歩してたんですけど、
そしたら僕の向かい側から外国人の女性がこう歩いてきて、20代ぐらいの女性かな。でその方が電話してて、なんかちょっと半切れで電話してるんですよ。でどうしたんだろうなと思ってたら、僕とちょうどすれ違うタイミングぐらいでその女性が、お前やんのかこらぶち殺すぞって言ってて、びっくりして最初僕に言ってんのかなと思って、で振り返ったらその多分電話先の相手に、おいお前やんのかこら、おい逃げんなよお前って言ってて、ちょっとその恐怖がすごすぎて何喋るか完全に忘れちゃいました。はい、なので皆さんはくれぐれも不良外国人には気をつけてください。というわけでここまで見ていただいてありがとうございました。このチャンネルでは皆さんに楽しんでもらえるために動画を更新しておりますので、チャンネル登録、高評価、高評価お願いします。本当にお願いします。皆さん高評価押す癖つけてなあ。もう高評価ボタン2回押したとか、もうそういうボケのコメント俺も100万回見たのよ。普通にコメント高評価お願いします。というわけでここまで見ていただいてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。高評価よろしくお願いします。ボケコラ逃げんなよ。